新宝シは、新末の変法派の官僚。字は、右名。厚生省南昌府ギネイ州出身。1851年、巨人となった。断連を率いて、太平天国軍と戦い、ギネイ州城の回復に功があったため、知見候補に挙げられた。1862年、安喜びで祖国藩と面会し、海外騎士と称された。務運動時期には、 祖国藩の下で、軍備強化に尽力した。1895年、湖南巡部に就任。当時、湖南省では、高淳県、高評、女飛都市、応用中区区区位、熊清合、両慶長東西常、丹次郡川郡、河鈴鈴、この鎮三リッターなどが偏方派として活動していた。彼自身も偏方派に積極的に関わり、湖南省の各州県に、 小学法を定期講読するように命じた。1897年には調査に事務学堂が建設されるのを援助し、1898年2月には南学会で講演を行っている。こうして、湖南省は変貌派の重要な拠点となった。そのため主級派から攻撃され、要不可衆の弁護で事なきを得たこともあった。チンタカラシンは、 コナンの開花を己の任務としていたのである。しかし、母術の政変が起きると、陳高ら神は、劉光大、洋英を推薦したことで、患者を招き引きしたとして罷免された。厚生省南昌府に引退し、1900年に南京に転居したがその年に死去した。子は、詩人の陳三リーター、孫は、画家の陳子を務むと歴史学者の陳陰閣である。ありがとうございます。